かな。およそ500メートル先。結構先なんだな。自動車専用道でやっぱ無料なんだ。なるほどね。あ、キャ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 。なるほどな。はい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 。で、おお。44も？がっつりじゃん。マジか。おお。あ、高え。ああ、高いね。高原なのにあからさまに高いもんね。すげえな。すげえ、あんな北ペラの上まで登っていけるんだ。すげえ。44キロ下さ、マジかー、一気に行くねー。意外とアップ一つきついんだ。意外とアップダウン激しいな、この道。うおギューッと下ってると思った。これさすがにちょっと高いの見えるかな、カメラでも。ここの落差はすごいね。うわぁ、すげえ伸びだ。うわぁ。登るんだね、この辺りね。7キロ。まあでも、あと、7キロでどっかに合流するんだ。結構きついよ。ああ、トラックの特に行くよりも、出したらきつい。ああ。この上来た。うん。あ、それか。あ、でも次また登ってるの。うわ。おお。登るね。これで101しね。101。マスクより小さくなっちゃうね。字は全然違うけど。これは社会なんだ。ああ、それは言ってもらおうかな。49世紀じゃん。あーブリン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 さすがに対面ちょっとだもんな。あ、そのまま完全に対面なんだ。
エクストラプレイ通行できません。エクストラドライブウェイはどこ知らないけど、それが白衣だもん。わあ、すごいすげえな。なにこれ。ああ、チェーンの脱着場か。これ道の駅もあって、チリ葉っぱ千里浜じゃない。チリ浜なんだ。はい。で、どっちにしろなくしたドライブウェイは通行できないのか。じゃあここで降りてもダメなんだ。あれか、海が荒れてるもんでそっちの方に来ない。あれか、なぎさドライブウェイってあれか、白衣だからあれだ、本当にあの砂の上をが道路になってんだ。こう、そうだそうだ、いわゆるサシになってる砂浜のところなもんで、砂の地盤がすごく硬いんで、細かい砂が敷き詰められてるんで、すごい硬い地盤になってるんで、それで確かあれですよね、あのビーチを車でそのまま走れるっていう。だから普通の道路、砂浜が普通の道路に指定されてるっていう、数少ないところで、ラムチギ際とかそんなからバッチャンって浴びながら、走れるというね、SUV とか乗ってる人だったら結構、一度は行ってみたいところの一つなんですけど、そのバッチャンの波があまりにもちょっと今、台風明けで高すぎるんで、さすがに閉鎖してるんですね。ああ、そうだ、あれ、白石だ、確か。うん、なぜですか、なんか踏むとキュッキュ音が鳴るんでしたっけ。なんかといろいろと混じってるかな。そのままオッケーになって、かまつまで13キロ、まあなんかあっちが取ったらできるんですね。米だし、米だし。もああ、まあ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 マイペースに行かせてもらいましょう。ああ、だから福岡自体はそんなに海は里は見えないですね。塩パーキングエリア、まあ、さっきの富山のところみたいな感じでですね。